い、どうも、ピクシオスです。今回はですね、昨日発売された2018年5月か、5月。5月のね、発売のトピカを紹介していきたいと思います。通常版以外何が販売されたかちょっと、ないです。記憶にないんですけども、多分ないんじゃないかな。まあ、今回紹介するミニカーはこちらの3台ですね。まず。順序おかしいな。気になる。まずは76番、トヨタプリウス PHV GR スポーツ。そしてもう一台、川崎 BK117 D2 ヘリコプター。また川崎 117か。BK117。まあ、とりあえずね、プリウスの方から紹介していきたいなと思います。今回初回限定版がプリウスですね。まずはね、開封していきたいと思います。こちらですね。福袋プレゼント。よし。そして、こちら、プリウス PHV、通常版ですね。まあ、通常版とね、初回限定版、まあ、両方開けときますか。ではですね、まず2台の紹介。プリウスは、現行品で50番の販売されてますね。まあちょっとね、本来ならばね、通常版の普通のプリウスと比較するべきなんですが、動画のね、撮影順序の関係でね、こちらを優先したがためにちょっとプリウスの方はですね、また後日になりますんで、まあ、その時撮影するときに比較したいと思いますんで、ぜひそちらをご覧ください。もう今回まず、この、初回特別なんか違うところがあるのかな？カラーリング以外に。それをちょっと見ていきたいと思います。目つきがね、悪いですね。こう、ちょっと、こう、もともと新しいプリウスって目つきがちょっといかつい感じがあるんですけども、まあ、こういかついですよ。なんか後ろの感じがちょっとシビックに似てきたかな。また、なんかそういう感じかな。で、アンテナはシャークタイプのアンテナだと思うんですけどね、再現されてますね。特に違いという違いは見られないですね。まあ、今回は金型一緒なのかな。今回珍しいですね。セダンではあんまり見ないかなと思ったけど、前のプリウスもこの後部ドア開閉か。プリウスはみんな後部ドア開閉か。セダンなのに。そうですね。50番のプリウスも後部ドア開閉って書いてあります。初代プリウスはボンネット開閉なんですけどもね。後部ドア開閉になってますね、これは。で、まあ、トラックのドアのところにね、プリウスとかいろいろ、プリウス PHV とかいろいろ書いてあります。PHV は確か電気自動車でしたっけ？普通のプリウスはハイブリッドカーで電気とガソリンですけども。こっちの PHV は 100% 電気自動車でしたっけ？まあこの言い方だとちょっと日産っぽい気もしますけども。まあ、この GT というモデルがですね、GR か。GR スポーツというやつですね。GR、ガズーレーシングか。そうですね。ガズーレーシングの、トミカですね。一応見にくいですけど、この箱の、この横の方にGR っていう表記があるんですけど、このトミカでも一応 GR っていうなんかロゴほとんど見えないと思うんですけどもね、再現されてますんで、青の方も同じように再現されてますね。いや、あんまりプリウスね、興味のある車ではないんで、ちょっと紹介するって言っても、この程度になっちゃうんですけども、まあなかなかかっこいいんじゃないですかね。まあ続いてはですね、川崎 BK117D2 ヘリコプターですね。ベインローター書いて、まあ一応開けておきましょう。まあ上にはね、川崎の表記がありますね。で、こちらですね。まあ、違いがいまいちわかんねえって思ったんですけども、BK117C2 でしたっけ？まあ一応 C2 も一応用意してあります。以前紹介したと思うんですけどね。また今回も一応紹介しておきたいと思います。よいしょ。スケールは167分の1かな、両方とも。なんでサイズは一緒ですね。ただ、一番わかりやすいのは後ろかな。こっちはテールローターがこういう普通の回転タイプっていう、言うかなって言います。こういう普通のタイプでなんですけど、こっちはこういう、ドーファンとかがそうなんですけど、これなんていうタイプでしたっけ？
まあちょっと後で調べておきたいと思います。で、川崎の表記もなんかこっちの方が個人的には好きですね。それ、他に塗装以外でなんか違うとこあんのかなって感じなんですよ。上の感じが若干違いますかね。多分ね、金型自体はね、完全回収だと思うんですけどもね。まあ、あんまり違いが正直子供とかには分かんないと思うんですよ。で、あと、これが、そうかな。ちょっとこの、垂直尾翼みたいなの、垂直尾翼がこっちだ。この横の翼部分、こっちはこういう風に、なってる、こういう風になってるっていうの、一番最後に一緒になってるんですけど、こういうタイプだとそういう風にはできないんだと思うんですけどもね。なんで、ここについてますね。ちょっとあんまりヘリコプターも詳しくないもんで、紹介っていう紹介がちょっとできないんですけどもね。まあ、今回はね、この2台を3台ですね。紹介したわけなんですけども、一応全部ね。一応ね、3台映ってサムネ風にしとかないとね。一応この辺飛ばしとく？この辺に。こういう風に。この辺がいい？何残っちゃった話ですけどもね。まあ、廃盤は今回、シビックが廃盤ですね。シビックが。もうシビック、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいからもう生産がなかったみたいで、もう在庫限りとなってて、まあ、あったら買いぐらいですね。多分、間違いなく転売屋が今買ってると思うんでね。まあ、僕はもう転売屋にやられないように3台余分に買っといたんで、もし買えなかった人のためにね、譲ろうかなって感じではあるんですけども、フォロワーさんとかにね、仲のいい人がもし欲しかったのに、そういや買ってなかったっけみたいな人がいれば、まあ、譲るかもしれないですけども。まあ、そんなとこ、それはどうでもいいわ。まあ、今日はね、この辺で終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回見てください。それでは。